だと思いますけど、そこを見なきゃいけない、しっかりと見なきゃいけないということですね、はいはい、で今度年金ですね、はい、年金はこれはもうどの党にも聞いてますが、はい、納めた年金が戻ってこないというふうに思ってしまうという状況が不幸ですよね。そうですね、あのこれは年金が多様になった働き方に対応してないんですよね、うん、まあ、前のように30年40年一つのところで働いて、そして自分が年金自動転引されてれば、そしてあるしっかりしたところだと、まあ、年金は来るでしょうという前提で設計してあるんですよね、はい、でも今は会社も変わるし働き方も変わるし、そうすると自分のいろんな働き方が変わっても自分が老後働けなくなった時に確実に暮らせるものをどう作るか、そういう年金増をどう作るかというので、やっぱり所得比例っていって働いた分に応じて納めた保険料は、まあ、積み上がっていく、それからでもそれで足りないものを最低保障として補っていく、まあ、スウェーデンなんかの方式ですよね、はい、まあ、これに大きく言えば切り替えざるを得ないだろうと思いますけど、その論議の前提としてはやっぱりさっきの多様な働き方をちゃんとそれでも大丈夫ってするような仕組みがないと、とにかく正社員と非正規では天国地獄未来真っ暗か、うん、まあまあでも正社員も長時間労働ですから決して幸せではないかもしれないけれども、このそういう働き方がもう全部のとこまでこう格差をもたらしちゃうっていうところを何とかしないと年金増も描けないんじゃないでしょうかね、うん、社民党はこの、中にですね、マニフェストの中に最低保障年金ですか、はい、8万円ですよ ね、 ですね、出てますけども、その根拠は何でしょう、まあ、これは生活保護の東京都 の、 例を引いて最低の、例えば住宅費とかじゃないんですね、住宅生活保護の最低部分っていうのはもう純粋に暮らしにかかる部分ですよ、暮らしていくのに、あとそこに住宅費とか医療費とかその他もろもろつきますけれども、その最低部分が8万円っていうことですね、うん、だからだって働いて自分が年金保険料納めてね、生活保護より少なかったらみんな納める気持ちが起こらないじゃない、だから逆に言うと年金はきちんと納めていただいて、まあそれいろんな時代状況ありますけれども、でもそれが8万円に満たない場合はそれは必ず補填いたしますよって、それ以下に落とすことはありませんよっていうことですよね。うん、その財源をどう考えればいいですか。これはね、やっぱり税制全体を見直す、不公平税制を見直して所得税や法人税や、証券金融課税や相続税ですね、はい、これはあまりに今不公平なんですよ。一言で言うとお金持ちに甘く、まあ、お金ない人に厳しい、これはね、見直さなきゃいけない。そこから出てくる税収と、それから一番今問題になってるのは正規と非正規で企業が雇ってた場合に、企業は非正規だと保険料を負担しなくていいでしょ。ここがねものすごくネックになってるので、ゆくゆくは社民党としては社会保障税を企業から取りたいの。どういうことかっていうと、何人かを雇ってたらその頭数に応じて社会保険料負担をしてもらうという税ですよ、はい、ヨーロッパではそうしていますけれども、うん、そういうふうにして人を使ってたら必ずその人のまあ将来も含めた保険料負担に企業が寄与しなきゃいけないということを社会保障税として組み込んでいく、うん、そしてもちろん消費税も一部組み込んでいく。そう考えるとやっぱりある程度のところで働き方の安定、仕事が転換できること、今の環境産業になどを見たところで消費税はあり得る財源だと思いますね、うん、なるほど、はい、では今度はですね世界の命令を見ていきたいと思いますけども、はいはい、まあ、安保ですけども、はい、これ日本の安全保障というのは、まあ、今普天間という問題が大きな象徴の一つですけども、うん、これに関して社民党が、まあ、連立の離脱を決めましたが、うん、この安保についてはどう考えてますか。はい、まあ、安全保障条約はちょうど50年前に
岸内閣の時に改定されて、まあ、そのことで岸内閣が潰れた、神庭美智子さんが亡くなった、国民的論議だったんですよね。で、国を本当に守っていくのはやっぱ国民一人一人の意識だと思うんですね。それから外交、それから軍事力をどのように合意するかですね、はい、この軍事力をどのように合意っていうところで日米の関係が出てくるし、外交力はもっと磨かなきゃいけないし、それから国民っていうふうに、まあ、立てると、実は今度の普天間基地の問題でも果たして沖縄の普天間の問題でしかなくてね、はい、国民にとっての普天間の問題ではなかったたんだと思うんですね、うん、今もって多くの誤解があると思うんです。例えばね、沖縄は基地大変だけど、でも基地に経済依存してんでしょって、基地なくなったら困るんでしょっていう声は本土側の結構常識になってんですよね、うん、でもそうじゃない、基地があるために基地以外の経済何もなくて、高校生の有効求人倍率も低くて、うん、所得も低くて、いろんなことができないってことが問題なんですよね。基地があることで、神奈川の相模原なんかも一番いいとこ基地とか、基地は経済の阻害物であるわけですよね。で、そういうことも国民が理解した上で、本当に日本における在日米軍基地をどうするのかをまず論議しなきゃいけなかったと思うけれども、うん、実は日米安保の50年前も、それから72年に沖縄返還以降も、はい、沖縄に基地は増えてるんですね。本土からは消えて、沖縄に増えてということですから、この度は本当に国民論議が必要で、その時の論議の一番の軸はね、実は50年前の安保改定は極東条項っていうのを設けて、極東の、まあ、極めて東の安全保障の、はい、ためにアメリカの駐留を、まあ、是とし、その力を借りて日本は軽武装で、経済発展に傾注して力を注ぐっていう約束なんですね。で、50年経ってみてですね、ちょうどブッシュ大統領の戦争はイラクやアフガニスタンに横須賀や沖縄から海兵隊や、あるいはキティホークっていう、まあ、空母艦載機が行くわけですよ、はい、これって極東？極東ってファーイーストよね。